とある魔術のヘビーな座敷道が簡単な殺人碑の婚活事情は、鎌池一馬による日本のライトノベル。イラストは、ハイ村清高、奈義良、新早、笠井心、伊賀和樹、唐妻渡る、犬、高新介、朝倉良介、大将、田中、原い、鎌田が担当している。担当編集者は、三木、小野寺、アナン。 電撃文庫より2015年2月10日に刊行された、釜池和馬10周年を記念して執筆された小説。釜池和馬が10年間で刊行してきた各シリーズの登場人物たちが集うコラボレーション企画。また、バルトラウテさんの婚活事情における世界観と本作の舞台は同一のものであり、設定に繋がりが見られる。 釜池一馬10周年記念サイトにて執筆が発表され、釜池一馬ボックスにて前編が掲載された。また、月刊少年ガンガンにてコミカライズされている。目が覚めると、上条東馬は、キメの大地にいた。そこで、この世界に飛ばされた者たちと合流するとキメの大地の正体がわかり、飛ばされた場所が、北欧神話の世界ということが判明する。 元の世界に帰るために、右往左をする中、彼らはこの世界の住民であり、バルキュリエでもあるバルトラウテと、その婿である少年と出会った。どうにか人里らしき場所にたどり着き、当面の資金稼ぎをしようとするとある女性と出会う。資金稼ぎを一通り終えた彼らは話しかけてきた、女性と異世界コミュニケーションを取ろうとするが失敗。しかし、異世界の思考との交流はその女性に、 北欧神話の世界の歪みを気づかせ、ここに北欧神話の世界の危機が訪れた。本作のコミカライズが月刊少年ガンガンにおいて2015年3月号から同年11月号まで連載した。構成は西野龍。作画は伏はじめ、単行本は全2巻。ありがとうございます。